パルクールの修行をしたいと思います。というわけで気合い入れていきましょう。はい、レッツゴー。はい、というわけでそれでは早速こちらの講師の方々に教えていただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではファーストミッションお願いします。お願いします。おお、なるほど。これは、モンキーボルトっていうボルトを使って2つ、あ、連続で飛び越えれるか。なるほど、やってみましょう。こんなもん楽勝ですよね。はい、おお。ちょっと1個目キモかったんやけど、1個目めっちゃキモかったんやけど。いや、よかったおお、簡単ですね。お、簡単にいきますね。イエーイ、イエーイ。ステップ2、はい、飛んで、え、こんなところに、おお、ぴったりいけます。これ後ろに飛ぶかもしれないけど、一回見ます。どうぞ。止まってないですよ。飛ぶタイトルよし。判定は、見てください、見てください。うん、痛い、首を横に振ってます。ちょっとじゃあ見本見せてもらっていいですか、エヴァさん。あ、そっから？はい。おお、止まった。もう一回だけ挑戦してくれ。うん、ということで続いてステップ3。じゃあもうこの壁を持ってもらいます。この壁、え、ここもう2メートル超えてますよ。じゃあお願いします。おお、忍者。おお、どうでしたか？もう一回。はい、もう一回。ターンターンみたいな感じで。ターンターンターン。ウェイ。揺れてる。これマジで落ちる。これガチで思う。続いてステップ4。はい。おお。なるほど。これはラシェというんですね。乗るだけですか。ラシェ。乗るだけ。なるほど。体長いから。おお、上手。おお、めっちゃ難しい。めっちゃ難しい。おお、やばい、やばい。オッケー。やばい。おお。食べてって、乗って、おお、おお。めっちゃ軽く。
こいですよ。あ、確かにぴったり。え、ぴったり。おお。おお。頑張れよ。確かにね。それでは最後のミッションお願いします。じゃあここから、おー、わ、マリオや。ヤッホー、すごいすごい、すげー、わ、すごい。あの、あのままどっか消えていくんちゃう、上に。じゃあ私絶対できないで、先にやってもいいですか。すごい、めっちゃ広いね。すごい、すごい、最高難易度です。どっちでもいい。なるほど。全然無理。上から下に行ったらいけんじゃん、逆に。上から下の方がむずいですか。いや、簡単です。あ、じゃあ上から下にしたら、あ、無理や。そもそも届かへん。もっとパルクールっぽいことできんかったら。よし、いけいけ。こっちだから右。あ、無理だわ。何も変わってない。上から下にやるんで。え、できる？でしょ？でしょ？でしょ？そう。そうそう。はい、ものといえば、はい、何だと思います。ものといえば、別にその言えば本日の休み時間はじゃじゃーん、こちらを使っていきたいと思います。何それ。でーん、こちら X5 と言います。ロボットなんですよ。なるほど。でもですね、うん、なんと誰でも簡単に動かすことができる。なるほどね。というわけでちょっと私ね、やってみたいと思います。これだよ、こっちが頭だよ。じゃじゃん、こちらに電源マークがあるんで電源入れます。ピロン、おーっと動き出しました。 X5 っていうアプリがございますのでやっていただいて、 Bluetooth 押すともう振るだけですね。まあ、振るんや。そう、ほら、おー、で、これ繋がったんや。そう、これで繋がりました。こちらのコントローラー、うん、やっていただくと、ここあれ動くんです。もう誰でも簡単にね、い届いてすぐに。先生かわいくない、なんか落ちちゃう。やるとき気をつけてね。すごくない、すごくない。めっちゃかわいくない。かわいいね。そう、もともと
プログラミングしていただくと、うん、いろんな動作ができるようになるんですけど、うんうん、初心者のためにね、まあ、プログラミングがちょっと大変だよって方のためにこれを押すだけで勝手に絶対犬のおしっこやちょっと、なんでそれをチョイスしたのなんか、すぐ真ん中にあったからもっとあるやん、絶対にかわいいし、ほらこういうのとかこれあれなんで一番最初におしっこ選んだ犬の真ん中にあったからおしちゃったっていう、こういうほら見て、すごくないですか、これ動きは結構忠実でそうで、しかもほんと、今やった動作だけでもすぐにできる。あ、バイ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 ってちょうどカメラに向かってやってますよ。はい、やばいやばい、あんまり行き過ぎたらあかんねん、あなた。このコントローラーだけだと思うじゃないですか。こちらね、画面で操作もできるんですよ。デモモードっていうのがあるんですけど、これを決定すると、なんと、見て見て、顔が出てきた、ほら。踊り出すんですね、この子。危ない。ちょ、助っ人。すごくないですか。これだけで楽しめますね。子供とか嬉しいだろうね。どうです？いや、なんか可愛いな。シュールやな、ちょっと。後ろから見てるじゃん。これ。多分見ていただいたら分かると思うんですけど、顔がね結構変わるんですよ。なるほどね。おしっこした以上、あうの休み時間でした。イエーイ、またね。めっちゃずっと遊んでるやん